こんにちは、ハイズラボです。前回の動画で液晶パネルの接続ケーブルを交換したことで正常に表示できるようになりましたが、動作は遅いまま。これではストレスがたまる一方です。原因はハードディスクなので、これを交換するだけで解消できます。さらに SSD にすると絶大な効果を発揮し、快適に使えるようになります。そこで今回はハードディスクから SSD に交換とクローン作成をしてみようと思います。それでは作業の方を進めます。まずはブラスドライバーでバッテリーのネジを2箇所外します。バッテリーを取り外します。プラスドライバーでカバーのネジを1箇所緩めてカバーを取り外します。プラスドライバーでネジを10箇所外します。内蔵の光学ドライブを外します。爪を折らないように注意しながら底面カバーを取り外します。ハードディスクが見えるので、このハードディスクを取り外します。今回購入した SSD はこちら、HP 製の SSD S700 250GB。 クローン元のハードディスクを HDD1 スロットにセットします。次にクローン先の SSD を HDD2 スロットにセットします。電源コードをつなぎ、背面の電源を入れます。パワー LED がオレンジ色に点灯するので、緑色のクローンボタンを長押ししてクローン作成を開始します。クローン作成時に進捗状況が 25%、50%、75%、100% と4段階のランプで表示されます。クローン作成が完了すると、すべての LED がオレンジ色に点滅します。電源を切り、ハードディスクと SSD を取り外します。 SSD をゴムマウンタにセットします。 SSD の方向があるので、上下左右間違えないようにしてください。SSD を本体に取り付けます。底面カバーを取り付けます。プラスドライバーでネジを10箇所締めます。途中で内蔵の光学ドライブを取り付けます。バッテリーを戻します。カバーを押し、プラスドライバーでネジを1箇所締めます。これで完了です。
早速起動してみましょう。SSD のおかげで高速で起動しました。では速度を計測してみましょう。SATA 3なので良いスピードを出しています。この速度で起動してくれればストレスフリー、効果絶大です。今回はSSD に交換してハードディスクと比べると爆速と言っていいほどパワーアップしました。ここまで来るとできるところまでカスタマイズと修理をしたくなりました。とりあえず冷却効果を上げるため CPU グリスの塗り替え、そして無線 LAN の感度を戻すためアンテナ取り付けをしていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。